こんにちは、清のしみチャンネルです。まあゴールデンウィーク、まあ皆さんはいかがお過ごしでしょうかというところで、なんか自分の、友人から連絡、まあ画像が、LINE で画像が送ってきて、地元の土浦市の、回覧板に、去年の10月から今年の3月までの、ね、あの寄付した人の一覧が載ってましたということで、まあはばかりながら、まあ、私の名前が載っていたそうで、その画像が送ってきたけど来ましたね。で私はね、早速ね、あのその回覧板確かね1週間前ぐらいにポストに入ってたんだけど、見事に 見ないで破っちゃいました。自分がもう結構ね、もう何ヶ月も前になるんでね、もうのろ結構その頃は寄付した頃はよく見てたんですけど、回覧板もう何ヶ月だっても乗らねえからね、もう乗らねえもんだと思って、ね、もう諦めてたんですよ別に。うん、別に、うん、だからもう今回ね、そう自分で回覧板来たけどね、もう見ないで捨てちゃいました。もうないです。まあ善意ですから、別に乗ろうが乗らないのが、まあ、自分の行動にはあんまり変わらないから、まあまあもともとはね、ヤフオクで売ろうかなと思って50個ぐらい万ポケ、買って結構売れました。最初の頃は1個1000円なんかで売ったんで全然売れるわけなくて、もう万歩計も今コストダウンで本当に安くなってますから、だからで1個500円で売っても売れなくて、結局2個1000円で送料込みかなんかで売ったんですよ。で送料が提携買いの切手が240円か250円してたんですよ。あの大きさが箱はかさばりますから、それなりに。だからね、1000円でもいただいても落札でもそういう風にしたら結構数が売れたんですよ。だから結局1000円で売ったの、そう万歩計を2個売って、そのうち250円が送料切手代なんで、結局750円で2個売ってたわけですから、超赤字なんで、買った時は1個500円ぐらいでも買ってたんで、とか思って、でもまあ当時50個買ったんで、家にいっぱいあっても何十個だった。それなりに、それでずっとやったらね、結構、売れましたね。で、もうあれは残ったやつで、まあ、万歩計だってもう自分も持ってるし、いくつもね、買うもんでもないし、で、どうしようかななんて考えたら、じゃあ、健康のために、寄付しちゃおうかなと思って、で自分もウォーキングは行きますけど、まあ、あんまり、まあ、万歩計はそれほど効いてはしてない。あれを何万歩目標につけちゃうと、やっぱりね、その目標がなんか嫌なんで、まあ天気との絡みもあるし、毎日できるわけじゃないので、はい、まあ本当に条件があった時にしか行けないし、あと前に、ね、週3日は今仕事だし、まあ、仕事中はまあ工場の、まあ、設備みたい感じの、まあ、一部というか、まあそういう感じなので、まあある程度歩ったりは知ってますから、まあ仕事中はそれが運動になるし、それはそれでいいかなと。まあそんな感じで、まあ、今回だから自分のか、ま、特に回覧板が来たやつはね、もう早速ね、もうあれだから、もう捨てちゃったから自分のやつは見てません。友人から送ってきました。乗ってました。はい、まあもしかして
地元に未だにね、住んでくれてる同級生がいたらあれなんて思うかもしれない。はい、それ僕です、私です。はい、見てくれたら嬉しいですけど。